ンマスク氏の買収やらいろいろあってツイッター離れが叫ばれているからか、今では新規登録者数が通常の8倍を超える日もあり、プチミクシーバブルが起きているという。そんなミクシーといえばこの足跡機能、自分のページに誰が来たかを教えてくれる仕組みに、その足跡をたどって友達申請をし、通称マイニクになり交流を楽しむんです。そんなツイッターのように世界に発信をしない人がつながりすぎない魅力が今再び脚光を浴びている理由なんだとか。でミクシーもミクシーもこれイーロンマスクに買収されたそんなことはないと思いますけれどもね。でミクシーってなんか久しぶりに聞いた気がするんですけど、若新さんは、はい、まさにミクシー世代ですか。そうですね、この頃は10年以上前ですけど、SNS でリア充の時を自作自演するって実験してて、自分でパーティーとか開催して、これ10年以上前なんですけど、全部フォトショップとか全部加工して、全部写真を美化してからアップしてたんですよ。だからみんなに写真なんて美化しても現実とは違うから意味ないじゃんと、なんで写真美化して楽しんでんのってバカにされてたんですけど、これ飽きちゃったんですけど、それから10年ぐらい経って写真は美化するものになって、日常を全部加工するっていう、これずっと続けてれば大産業の第一人者として大金持ちだったはずで、惜しいことしたんですよ。どういう産業なんだろうね。でもね、結局だから過去って自分ではタイムマシンに行けないから、うん、やっぱ写真だけが僕たちの思い出っていうか、写真を捏造したことがほぼ現実になりつつあるっていう。そうだよね、本当に続けたらよかったなと。ニコルとか丸山さんはミクシーは知ってる？知ってますぐらいで、ね、私全略プロフィールとか。水色の髪型も似合う。右上結構すごいね。右上。
誰で左誰で左に申し訳ない。お仕事チョコレート？お仕事をするためのチョコレートですかね。